みんなは、防衛装備庁が自立型無人潜水機を開発しているのをご存知かな？潜水艦も無人で稼働するなんて時代だよね。そうだね。とはいえ、潜航深度が2000メートルから3000メートルと言われてはいるものの、まだまだ諸外国の技術に比べるともうちょっと性能アップが望ましいところかな。まず本格稼働へを急いで、運用や実績を積み重ねてどんどん技術を高めていかないといけないとだよな。そのための予算が足りないのかどうかは、ちょっと判断に迷うぜ。うんうん。さて今回は、日本の最新技術で完成にこぎつけた、この自立型無人潜水機を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防衛装備庁が、現在研究開発中である、自立型無人潜水機 UUV の設計についてモジュール化を進める方針を決め、2022年12月までに UUV に関連するモジュール規格を定め、2023年1月以降に公開をすることを明らかにしたよ。そもそもの話になるんだけど、自立型無人潜水機のことについて、説明してほしいな。おっと、そうだね。そもそもこの自立型無人潜水機 UUV は、海中の障害物や海底に付設された機雷などを音波で探知する機能を持つ、遠隔操作が可能な潜水機器のことを言うよ。実際の運用にあたっては、有人の水上艦艇や水中の潜水艦から発出された本機が、母艦である水上艦艇や潜水艦からの指示を受けて行動することを想定しているんだ。防衛装備庁の配下組織である艦艇装備研究所では、円筒状 UUV 全長約10メートル直径約 1.8 メートルを開発することに成功し、現在は UUV の全長を15メートル以上に伸ばし、7日間程度の連続潜航を可能にするための改良に取り組んでいる模様だね。また、更新や建造へのコストを削減しつつ、短時間でそれらが行えるよう、ソナーや各種センサーなどで構成される全頭部と、推進装置や鍵などのあるオムの間の部分をモジュール化し、メンテナンス性能への向上を図ることとしているぜ。また、モジュールを任務ごとに交換することで、様々な任務への対応が可能となることを目指していくみたいだな。そもそも日本の防衛装備品は、防衛予算の関係から生産数が少なく、輸出需要も見込めないことからほぼ 100% が国内購入となり、結果として価格高額を引き起こしている実情があることから、防衛装備庁ではモジュール化の進化により、防衛装備品の単価を下げることに躍起になっているとされているよ。特に、量産することを可能としてコストダウンを狙い、防衛装備品の輸出を可能にする防衛装備品移転三原則が制定されたことを踏まえて、諸外国への輸出への道が開かれたことは、モジュール化をさらに推進する行使になったんだけど、実際には思うように受注が取れないことで、防衛装備品の価格は高額のまま推移しているよ。また、モジュール化によって UUV に使用する機器の仕様を民生品と共通化させることが可能となったため、民間メーカーがそれぞれの企業として開発を進めている UUV 技術を活用することができることにつながったんだ。そのことで、民生品と軍需品で部品の共通化を図ることもでき、それが生産コストを下げることにつながるとも考えられているね。また、国内の UUV メーカーも防衛装備庁からの発注が受けられるというビジネスチャンスが生まれることで、UUV 技術により力を入れることができるようになり、少数生産のコストアップから脱却する可能性も生まれているぜ。その他、関連部品の供給が安定するメリットや、UUV 関連の市場拡大にもつながるとされて、UUV に関連する企業にとってのメリットがあるし、何より日本の国防においても好影響を与えることができると期待されているんだよな。さらに防衛装備庁では、UUV の完成用ソフトウェアのモジュール化も進めるとしているぜ。この取り組みにより、防衛装備品利用のみならず海洋観測調査などにもモジュールが利用可能となり、民間メーカーが開発する新たな技術や機器の導入がスムーズに運ぶことも期待されているよ。特にここ数年、海洋には原油や天然ガス、レアメタルなどが多数埋蔵されたままになっていると言われており、これらの発見のためには UUV の活躍が欠かせないんだ。UUV をめぐる取り組みは、官民一体となって行われるのみならず、国家プロジェクトとしても取り組まれるべきレベルになっていると言ってもいいだろうね。なお、防衛装備庁では UUV モジュール規格基準書は技術の発展に従って常に改定することを考えており、2021年9月より運用開始された山口県岩国市の鈴沖工業団地内の、岩国海洋環境試験評価サテライト IMETS における UUV の性能評価データなども反映させるとしているよ。ちなみにこの施設は、
艦艇装備研究所の水中無人機試験評価施設で、海上自衛隊岩国基地から南へ 10km ほどの海沿いに位置しているぜ。国家関連施設の分散化に伴う移転の一環として、3万平方メートルの敷地に200億円の総事業費で建設されたもので、鉄筋2階建ての試験棟の内部にある縦35メートル、横30メートル、深さ11メートルの大型水槽において、無人機の試作機試験を行うことができるものとなっているな。また2022年には、海底地形などの状況を作るシミュレーターなどが追加される予定となっており、日本における有用類の研究拠点として今後も整備が行われるとされているぜ。ではここからは、世界を取り巻く UUV の実情について考察してみようかな。UUV 研究は、日本以外の世界各国においても民用、軍用利用での開発が進められており、東西冷戦時代のアメリカと旧ソ連で、ほぼ同時に開発が始められたのがルーツとされているよ。軍事用の用途としては、機雷探知や海底調査などが主な用途とされているんだけど、将来的には敵の有人潜水艦に対する哨戒任務や、魚雷を搭載させて対潜水艦船での運用することも期待されているんだ。一方、民間利用では海底油田ガス田を掘削する際に欠かせない地形データの収集や、施設の維持管理のために海底の状況をリアルタイムに確認するなど、多種多様な用途が想定されているよ。すでに、既存のパイプラインなどの維持管理において、UUV は実際に活用されており、今後 UUV の性能がアップすると、さらに深い海底エリアの開発もさらに促進されることが期待されているんだ。現状での UUV は、人が持ち運べるサイズのものから、全長10メートルほどのものまで、様々な形状のものがあるんだけど、近年では運用効率の向上を図るために、長い航続距離と長時間の運用が求められていることもあり、全長が大型化する傾向が進んでいるようだね。そして、UUV の動力には通常動力潜水艦の水中動力と同様に、リチウムイオン、ニッケル水素などの蓄電池が採用され、水密構造に守られたモーターによるプロペラ推進によって航行するだ。航行にあたっては、海底に設置された発信機や有人艦艇などからの誘導によって航行する仕組みとなっており、無線技術の向上により、有線ではなく無線での制御も可能になりつつあるんだって。日本における UUV の開発は、1990年代には東京大学生産技術研究所をはじめとする各大学の研究室、国際電信電話 KDD などで研究が進められ、世界でも早い時期に技術向上に努め始めたこともあり、世界的に高い水準に達しているよ。2016年には、産官民共同研究チームチームクロシオが、アメリカ X プライズ財団が主催する水中探査ロボットによる海底探査を競うコンテストである、シェルオーシャンディスカバリー X プライズ、参加への挑戦を予定していたんだ。チームクロシオに参加したのは、国立研究開発法人の海洋研究開発機構ジェムスティックと海上港湾航空技術研究所、大学は東京大学生産技術研究所と九州工業大学などの学術機関と、それに加えて民間企業の参加もあったんだって。民間企業からは、すでに護衛艦や巡視船などの受注実績も多い三井 E&S 造船をはじめ、日本海洋事業、KDDI 総合研究所、ヤマハ発動機が参加しており、民間企業においても UUV 分野へ大きな関心があることを伺わせたよ。大企業が揃い踏みだし、期待するなってのが無理な話だよね。海洋研究開発機構ジェムスティックは、かつてより有人潜水調査船深海の運用を行っていた機関だけど、自立型無人潜水機においても浦島ユメイルカジンベイ乙姫など、様々な UUV を開発して海底調査を実施しているんだ。また、陸上自衛隊などの装備品発注実績も多い川崎重工業は、2017年11月にイギリスのスコットランドで、自立型無人潜水機のプロトタイプ UUV 全長 3.3 メートル全幅 1.4 メートル高さ 1.2 メートル重量 1.5 トンの実証実験に成功し、またこの時には、海底土壌採取などの実証実験に成功しており、今後の開発がさらに期待されているな。この自立型無人潜水機開発は、近年海底油田ガス田のパイプラインのメンテナンス需要が増加していることに注目し、国土交通省が補助事業として開始したもので、川崎重工業ではさらに開発を加速させているよ。実際、2020年には最大潜水深度3000メートルを達成したほか、新開発のリチウムイオン電池を搭載し、航行時間を約16時間にまで伸ばすことに成功したんだ。そして2021年には、
海底パイプライン検査用 AUV-UUV、スパイスサブシープリサイスインスペクターウィズクローズアイズとして製品化にこぎつけているよ。このように、日本では民間企業による UUV 研究が世界的に高い水準に達していることもあり、防衛省が開発中の UUV のモジュール化を進めることに踏み切っているってわけ。日本の企業は優秀だね。これは、技術推進にあたって民間の能力を得ることや、民需と軍需の両方において部品活用を行うことで、コストダウンにおいて大きなメリットがあることを裏付けているものだね。もし、UUV でのモジュール化が成功すれば、それをきっかけとして他の高額な防衛装備品のコストダウンを図ることも可能となるんだ。そして、防衛費の削減だけでなく、民間企業にも技術向上や受注増などのメリットが期待できる一石三鳥がさらに期待されている実情となっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。